はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。10月26日にですね、総理の諮問機関である税制調査会が、10% のままでは、財政破綻。どうすれば負担感なく税率を上げられるか。など、消費増税に向け、議論開始というニュースがありましたけれども、どうすれば負担感なくて、今でも負担感すごいんですけどね、実質税負担率 48.1% と発表になっておりましたから、最新のデータでね、夏前だっけかな、発表されたのは。そろそろ新しいデータに更新されるかもしれないですけども、健康保険税が、上限2万円上がるなんてニュースありましたから、次こそは、こっしゃかもしれないですね、50%。2021年、9月18日、自民党総裁選で、岸田文雄総裁候補が、10年程度は、消費税を上げることは、考えていない、って発言していたのが、ほじり返されておりました。ネットの反応です。地方省かよ。岸田が10年もやったら、おしまいだ。検討を加速したので、体感時間が10年を超えた。そういえばそんなこと言ってたな。検討を加速する。で、パワーワードを言ってましたけれども、体感時間が10年越しちゃったのかな。10年ずっと検討しますと言い続けるつもりなのか。そんならいいですよ、そんで。検討してて、るだけで消費増税しなければ、それはいいんですけれどもね。その場その場で、適当なことばっか言ってないか。すごく鳩山由紀夫の匂いがするんですよね。岸田総理はその場その場で適当なこと言ってない、あなた、これで増税したら堂々と嘘つきって糾弾できますね。2021年9月18日、この日付覚えておかなくちゃね。2021年9月18日あなたこう言ってますけど、10年ぐらい上げないって言ってますけど、64歳の岸田があと10年も総理やる気だったんですかね。その時は64歳。今65歳だと思いますけれども。安倍総理でさえ9年、弱だったのに、まあ自己愛性人格障害なのかな。俺ならやれるとか言って。所得倍増とか言ってなかった？総裁選で。あと新しい資本主義って言ってなかった？それってどういうことなの？具体的には、突っ込まれてなかったか、なんかその場その場でなんかかっこいいこと、言っちゃおうみたいな、さらに岸田総理、物価を 1.2% 引き下げる、ばらまきで、と記者会見で発言しておりました。いろんなとこにいろんな金をばらまいて、1.2% 下げんだって、ネットの反応です。1.2% ってどっから来た数字なんだよ。消費税を 1.2% 下げればいい話。これで解決ですね。消費税下げれば、支払い額 1.2% 減るんだから、それでいいじゃねえか。こいつマジで、経済音痴。まあ、文系だしな。経済学部って文系なんですけど、私違うと思いますよ。理系の人間が、経済学部に行くべきで、今の大学おかしくないですか？間違ってないですか？経済学部が文系っておかしくない？ばらまき費用捻出のため増税って、こいつサイコパス。今更デフレ推進、草生える。デフレ推進なんですよ、物価高を抑え込むっていうのはね。経済規模を縮小させますって言ってるに等しいんだが、こいつバカか。デフレって経済規模縮小です。GDP がだんだん下がってきます。あるいは横ばいとかね。試験ですけど、まあ、どっから 1.2% って数字出てきたんだか不明なんですけど、多分ですね、財務省にこれとこれやれば 1.2% 物価下がります。そういう試算すって、ばらまき計画見せられて、まあ、そのまま喋ってんでしょうね。うすらバカを操るのは簡単ですな、財務省はな。日銀はですね、2% 程度の物価上昇が健全。そのためのゼロ金利で、せっせと金利を抑え込んで、ゼロ対策やってんですよ。インフレの時には金利上げんの。で、皆さんが、預金したいなって思うようにして、
お金がダブついてる、の、抑制するんですよ。デフレの時はですね、現金がなくて、物が余ってるっていうことだから、利下げしてですね、預金してても全然利子つかねえわ。ということで、使っちゃおう、いうふうに誘導するんですけれども、10月28日、昨日ですね、日銀大規模金融緩和政策維持決定、ゼロ物価、ゼロ金利、物価上昇を 2.9% と試算ということなんですけど、これで岸田総理が 1.2% 下げたら、1.7% の物価上昇になるのか、2% 程度が健全な経済成長って言われてますからね、物価高。物価が 2% 毎年上がる、給料も 2% ずつ上がっていく、GDP が増える、経済規模が拡大するっていうのが健全ですから。だってね、日露戦争の時の日本政府の国家予算1億円でしたから。で、日露戦争のために、戦費調達っつって、1億円調達して、全部で2億円で戦ったんですよ。で、当時の2億円って、まあ、国家予算の倍ですけれども、今の2億円って、人口29万人の豊島区でさえ、一般会計1300億円。年金とか国保とか抜いた一般会計が1300億あります。29万人の豊島区だけですら。皆さんの市や県はどのぐらいありますかね、一般会計。栃木県とかが7000億だっけかな、一般会計。で、NHK の売り上げが7000億円っておかしいべ。っていうような話をしたら受けたことなんですけど、物価高抑制したいんだったら消費税を 1.2% は難しいから 2% 減らして 8% に戻せば解決でしょうよ。結局支払い額がそうなればいいんだからさ、今100円のもの買うのに110円払ってますけれども、これ108円にしたらいんないの 1.2%、物価抑制したら 108.8 円払うことになりますけど、ばらまくなよな。そのばらまくためにもコストかかんだからな。減税は死んでも嫌な財務省が、あの手この手でうすらばがを騙してんですね。で、それが成功しちゃってると。日本に必要なのは財務省に騙されない議員と情報共有ではないか、というのを今日思いつきました。いわゆるグラスノスチ、これソ連崩壊のきっかけとなったですね、ゴルバチョフがやった情報公開なんですけど、それでね、政府が今までやってきた、ことが公開されたら倒れた。とんでもねえことやってたなこいつらっていうことで倒れた、グラスノスチね。一部で情報回してね、総理周辺と財務省だけでひそひそ話し合って一部で決めてたんじゃ、いっぱいいるね、自民党議員の集合値が活かせないと思うんですよね。自民党の中にも財務省の嘘を見破れる経済通の議員いるでしょ。獣医の私ですら見破ってんだから、そういったのスキルを無駄にしてるよな。一部で情報を回して一部で決めちゃって、一体どういうことなの。自民党内グラスノスチを提唱いたします。財務省こう言ってっけどみんなどう思うつってですね、すると一部からそれ嘘ですよ、騙されてますよ、いう声が上がったもんだよな。マイナカード保険証について岸田総理記者会見。現行の保険証には顔写真がなく、なりすまし受診など課題もありって言っちゃいました。ネットの反応です。あー、なるほど。反対派の正体とかバレバレだし、パンドラの箱が開いてしまいましたな。普通の人は困らない。困るのは普通じゃない人。なりすましどもの断末魔が心地いい。病院に前科も知られるように。あちこちで薬大量に買って、もらって転売してるやつとか、そういうやつらが反対してんだろ。枝野幸男、停電が悪用するやつがいるから厳しくなるんだろ。まあ断末魔が心地いいという反対派が掲示板でだいぶ暴れてるみたいですね。見たこと見てねえけど、医療情報一元化とかも一産で、例えばですけど、病院を何軒もはしごしてね、同じ薬をその都度もらって大量に、病院間の連絡なんかないですから、ゲットして転売する犯罪ができなくなりますな。
医療情報一元化されたな、これ奴らにとっては死活問題で、なるほど、あの絶叫するわけだと、生活保護の人医療費ただなんで、そういうことをよくやってるみたいであります。小遣い稼ぎね、あと他人の保険証を使ってる日本人、日本にいないことになってる連中とかね、保険証をどうしてももらえない人、日本にいないことになってる。まあ、あの、不法滞在ってことなんですけども、警察庁は反対してるけど、まあ、いずれは運転免許とも一体化するようになるでしょう。これ受診するためにですね、病院職員には、通名、本名、国籍、元の国籍、交通違反、その他前科を知られてしまうようになる。DNA 情報なんかも知られてしまうようになる。普通にいたら困らないが、前科、特にですね、再犯率が高い性犯罪とか、バレると警戒されますね。この人3人強姦してんのか、なんてバレちゃうとね、まあ、自業自得で諦めろっていう話。だが、しかし、これは、厚労大臣に説明させることじゃないか。あるいはですね、マイナカードを主体でやってる総務省とかね、無能総理がどこでも出しゃばりすぎなんだよ、思いますね。イギリスガーディアン紙に中国共産党のスパイであると名指しされ、それを未だに否定していない毎日新聞が捏造報道をぶちかましました。ウクライナ日本大使館、現在ポーランドに避難中に、ウクライナ語がわかる外務省職員は一人もいないって報道しちゃいまして、外務省そんなわけねえだろ、抗議。イギリスガーディアン紙に中国共産党のスパイと名指しされ、それを未だに否定していない毎日新聞長いんですけど、これが毎日新聞のあだ名っていうか正確な説明文だと思うんで、表現が間違ってました。正しくは、職員全員がウクライナ語を理解するわけではないでした、テヘヘサーセンと、謝罪の記事、記事を削除し、訂正謝罪いたします、というのを載せました。ネットの話、さすが変態バカ新聞、学級新聞以下のクオリティ、毎日新聞嘘新聞、表現がというより日本語が不自由、普通の企業だったら記者会見で土下座案件、マスコミでもやり放題、妄想で記事書いて、軍事アナリスト気取り、こういった捏造にペナルティがないのはおかしいというような意見ね。表現がって嘘だよねこれ、英文を見違えたって言い訳してますけれども、一人もいないは not at all で、全員でないは not all じゃないですか。こんなの間違えるわけねえべっつの。で、軍事アナリスト名乗ってるやつが、間違ってんだから、それはないですね。なので、政府と自民と外務省を誹謗中傷するための、悪意増し増しのデマであると。私はそう思います。もしも、万が一そうでなくても、そういうことにして、毎日新聞を糾弾したい、というですね。まあ私に学者でも何でもねえから、本当に真実を、言わなくてもいい立場ですから、それでなくても毎日新聞の虚言癖は変態ニュースのはるか昔から治っておりません。普通の企業なら土下座案件って書いた人いますけど、訂正削除サーセンで済ましてますけど、私は参院選の公約で悪質捏造報道に罰則を、まあどっから悪質だって言うのは難しいんですけど、まあ、こういう法律できただけでもビビるでしょ。抑止力になると思うんだよね。外観誘致罪とか破防法とか一回も使われてないけど、それがあるがゆえにビビるっていうところもあるでしょ。書き込みが多い順に上から並ぶ2ちゃんニュース速報、通称ニュー速なんですけど、男性声優さんのなんだかさんって人48歳の不倫ネタがここ3日ばかりずっと1位で、現在書き込み数が3万3000突破しております。これに対して何らかの書き込みをしたのが3万3000、延べでね。おかげで他の記事埋もれちゃって、非常に迷惑しております。私みたいな毎日毎日ニュース探してる身としては、
こんなの1位で、穂が埋もれちゃって、ずっと目立つ場所にあって、迷惑しております。他にもっとジュースあんのになるな。あぎれてますわ。48歳男性声優さんの不倫が、なんでみんなそんな大事なの？会ったこともねえし、見ず知らずでしょ、あんたら。有名人の不倫許せないって、ゲスの時も、ベッキーの時も、いましたけれども、有名人の不倫が許せない。会ったこともねえのに。っていう感情をですね、社会構成バイアスって言うらしいです。社会は公正であり、悪事は必ず罰せられる。結果には必ず原因があるはず。っていうバイアス。これ認知の歪みなんですけど、こういう人は他人の不倫叩きに熱心であるし、戦犯探しに熱心。なんか の計画がうまくいかなかった。悪かったな、誰だ、誰のせいだ。すぐにね、犯人探しが、熱心、いるいる、ツイッターにいっぱいいる。あと、ポリコレとかね、5人のレンジャー、パワーレンジャー、アメリカで、まあ、日本だと、ゴレンジャーと古いな、ゴレンジャー古いな、まあ、いろいろレンジャーがいるんですけれども、アメリカでは役者さんは変わってもずっとパワーレンジャーとか言って、ずっとそれでやってるみたいなんですけど、その中に黒人がいないのおかしいとかですね、5人の中に女性が1人だけなのはおかしいとか言って、作品を変にしちゃう連中もこれなのかな、ツイッターで発表してるフェミさんたちもこれなのかな、社会は公正であるべき。その公正っていうのが自分の考えた公正を人に押し付けから嫌がられるわけで、まあこういうとこが社会公正バイアスって、なるんでしょうけど、他人の不倫を許せない人ほど不倫願望があり、それが満たされていないっていう心理学の調査結果、研究結果もありますけど、どうなんでしょうね。まあポリコメレフェミ、有名人の不倫叩きにすごい何時間もかける人、犯人探しに熱心な人、まあこういう人がいないと水戸黄門で誰もスカッとしないわけなんで、遠山の金さんとかで誰もスカッとしないわけなんで、まあ必要なんでしょうけどね。あんまり行き過ぎるとポリコレボを振りかざしたり、ビーガンになっちゃって、スーパーに行って牛乳ぶちまけたり、なんか性的搾取ガーとか、騒いで、この人に近寄んない方がいいなって思われるっていう人間になってしまうらしいよ、という話でありました。日本改革とメール党員さん大募集であります。詳しくは動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらの方からアクセスしてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。